大阪豊中市。学生やサラリーマンたちが行き交う朝の駅前、そこで繰り返し挨拶を行っている男がいる。石川博隆、36歳。夏の参議院大阪選挙区出馬予定の公明党公認候補。もう慣れないことばっかり、まあ、ただね、一つ一つ毎日毎日がこう勉強だなと思って、まあ、いろんな方にお会いさせていただく中で教えていただくことも多いですし、庶民のまあ悲痛な叫びというのを政治にしっかり届けるためにも、あのいろいろ各地を回らせていただく中で、僕自身がその声に耳を傾けていかなきゃいけないなということをいつも思っています。1996年外務省に入省、中東地域を担当する。全くわからなかった言葉の壁と戦いながら人道復興支援に奔走する。数年前からは天皇陛下や総理大臣のアラビア語通訳を任されるまでに成長した。しかしどんな人に対しても決して自分を飾らず、いつも朴訥な話し方で接する石川。その一方で今の世の中を変革しようとする熱い思いは、見るたびに、撮影するたびにひしひしと伝わってくる。私はまずその現場第一主義で、現場であるなどこの大阪を走り回り、大阪の問題点、特にこの景気の厳しさ、雇用の厳しさを東京に必ずぶつけていき、青年の抱えている普通な現状を政治で変えていきたい、その思いで戦ってまいりたいと思っております。外務省でまあ働く中でいろんなその国会での論戦なんかを見させていただき、まあ残念ながらこう各党が党利党略でパフォーマンス政治をやっているというのは本当にじくじたる思いというか、自分の中でばらまきとかそのパフォーマンスでやるんではなくて、本当にその国民の声を、あるいは国民の未来を担える政治をしていかなきゃいけないなということは思ってきました。そんな彼の座右の銘とする言葉がある。それは、まあ、最も難しい勝利はそれは自分に勝つことであると。最も難しい勝利にこだわり挑み続けるのが彼の信条。それは今まで生きてきた人生が物語っている。幼少時代、庶民性豊かな大阪豊中市で育った石川は工学の意欲を燃やし、自ら進んで私立の中学校へ。中学3年生の時、ある校内行事で友人と共に校内清掃を担当。影のひたむきな苦労は必ず報われることを実感。それ以来、毎朝5時30分に家を出て7時に登校し、校内の清掃活動に取り組んだ。部活動では剣道に打ち込む。そして成績は常にトップクラス。文武両道の青春時代を送った。大学生時代には全国に広がる環境 NGO を創設し、海外で動物保護や植樹活動にも参加。行動力と国際的なバランス感覚を養った。さらにNGO の活動が原点となり、世界平和に貢献できる自分にと外交官になることを決意。半年間という短期間での猛勉強の末、外務省専門職員試験に現役で合格を果たした。彼の半生を紹介させてもらったが、そこには並々ならぬ影の努力があったと思われる。自分に勝つこと、それは自身のエゴや欲求、また権力にも翻弄されないことである。
今求められている政治家の資質ではないだろうか。そうした世代の力を持って必ずこの大阪を、そして日本を良くしていきたい、そういう決意に燃えて頑張ってまいりたいと思います。大阪の景気雇用を何としても拡大していく、それがまず第一目標になっていくと思います。15歳から24歳の男性の失業率が大阪で 20% を超えていると、やっぱり若者がこう未来に夢を持てない社会ではいけないと思うんですよね。やっぱり少子高齢化社会ですので、若者が力を持たないと、その高齢化された方々を支えることもやっぱりできなくなりますし、少ない分少数精鋭でこの若者が元気に頑張るということがやっぱり不可欠だと思うんですよね。仕事どう？忙しい。大変。最も難しい勝利に挑み続けてきた石川は、若者の雇用、そして大阪の明るい未来を勝ち取っていくに違いない。頑張ります。よろしくお願いします。頑張ってください。石川博隆、36歳。おめでとうございます。彼の挑戦は今始まったばかりだ。